こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。22卒で就職が決まらず、バイトをしながら既卒で就活しています。既卒はハローワークに行けという人が多いですが、ハローワークはゴミ求人しかないという話も聞きました。結局、どっちなんでしょうか？こちらに回答していきたいと思います。結論、ハローワークに良い求人はとても少ないです。ハローワークは厚生労働省、つまり国が運営するサービスで、中卒や高卒の方、生活保護からの社会復帰、ニートから初めての就職など、とにかく仕事が欲しいという人のためのサービスです。ですので、大学生や大学を卒業したばかりの皆さんが想像するような仕事の割合はかなり少ないです。新卒応援ハローワークというサービスもありますが、肉体労働や単純作業の仕事も多いです。事務職などの仕事の募集もありますが、労働条件は良くないことがほとんどです。というのも、ハローワークは国が運営するサービスのため、掲載料が無料。その後、採用が決まったとしても企業側には一切お金がかからないため、採用にお金をかけられない企業、つまりは財務状況があまり良くない企業が多いからです。企業はナビサイトを使用するなら最低でも月20万円程度の費用がかかりますし、エージェントを使用するなら採用が決まった際に成果報酬としてその人の年収の3割程度を報酬として支払うことになります。それでもナビサイトやエージェントを利用するのはいい人材に来てほしいから、採用に費用をかけられるある程度の財務的余裕があるからということになります。もちろん、ナビサイトやエージェントを使っている企業の中にも、労働条件の良くない企業はたくさんありますが、ハローワークよりはマシであると言えるでしょう。ホワイトアカデミーでは、既卒就活のサポートも行っておりますので、既卒だけどそれなりの企業に就職したいからサポートしてほしいという方は、ぜひ一度概要欄からホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では、今日は以上です。ありがとうございました。